アポローンとアルテミスに阻まれるキティオス。ルーブル美術館所蔵。キティオスは、ギリシア神話に登場する巨人である。オルコメノス、あるいはミニュアースの娘エラレートゼウスの子。あるいは、第一母神、ガイアの子。娘のエウローペイはワタツミポセイドウンとの間に、エウペイモスを生んだ。女神レトに対する老石のために、冥府で罰を受けているとされ、その様子が、英雄。 オデュッセウスやアイネーアースによって目撃されている。キティオスは母エラレーの体内にいた頃から巨大な体の持ち主で、ゼウスはヘーラーを恐れて、エラレーを大地のもとに隠し、キティオスの実を大地の中から出した。そのため大地によって再び生み出されたこと言われる。一説に、キティオスはヘーラーの命令で、ゼウスの子を身ごもったまま大地を放浪するレーを、 襲ったが、ゼウスの雷に撃たれて死んだ。しかしより一般的な話では、キティオスは、デルポイに向かうレイトウの姿に浴場し、無理やりレイトウの手を引いたが、レイトウは、アポローンとアルテミスに助けを求めたので、キティオスは、両神の矢によって射殺された。しかし、彼を殺したのは、アルテミスであるとも、少年神アポローンであるとも言われる。 この行為によってティティオスは、冥府で罰を受けており、身動きできず、巨大な体を横たえ、二羽のハゲタカがティティオスの肝臓を喰らっているとされる。ヒュギーヌスによると、彼の肝臓を喰らっているのは一匹の竜で、月が昇ると肝臓は再生するので、罰が永遠に続くという。キツアノベチェッリオによる絵画、ティティオス、プラド美術館所蔵。ありがとうございます。